そして、次の目標とか。そうですね。来年の夏の水着シングルの選抜入りはい。それはもう、生誕祭で言ったんですよ。ねね、来年の水着の選抜入りますと。うんうん、でそれは、その、今まであったドリアン少年とか、ナギーチとか、ユリイカとか、うん、水着の選抜に入ったことがなくて、一、えー、回も。皆さんに、そういうセクシーな感じとかも。うん そうやな。まだ見せれてないので、<ら>また違った面を見せれるんじゃないかなという。まだま、だ岸ののセクシーをいいないとということですね <laughs> そういうことなんですよ。だからそれが、<laughs> はい、それをやっぱなんか自分的にもね。うん 叶えたいなっていうのはありますし。みんな見たいと思ってると思う。<laughs> 適当なこと言うな、なかなか。適当ちゃうなかなか適当なこと言いますけど。水着で踊ってるリカちゃん見たいもん。ほんまか、うん、ちゃんと映してくれるんか映す。いや、大丈夫。心配しやんでも、その肩幅やったら絶対映るか感覚いかんやって <laughs>